最近毎日毎日演劇部のお芝居を見に来てるだけですけど、大丈夫なんでしょうか？あれ、かすみちゃんはお芝居嫌い？そういうことじゃなくてですね、しずこにはもっとこう直接休み時間とかに教室に行って声をかけるとか、そういう方が。泣かないでください。あ、ごめんなさい、言い過ぎました。まさかしずくさんってすごいね。何度見てもこのシーンで泣いちゃう。すごく見入っちゃう演技をするよね。びっくりした。かすみんは泣かせちゃったのかと思ったじゃないですか。ごめんごめん。しずこは最初から演劇を目指している人でしたからね。スクールアイドル活動だってゆくゆくはお芝居に生かしたいって言ってましたし。それでこんなにお芝居が上手なんだね。そういうことではなくてですね、最初からスクールアイドルだけを目指してる人じゃないってこと。でも高校生活はスクールアイドルにかけるって言ってたのに。ああ、泣かないで、かすみちゃん。別に泣いてなんか。あの、はじめまして。大阪しずくです。いえ、大丈夫です。かすみさんは久しぶりっていうか、ごめんなさいですね。しずくさんのお芝居すごく良かったです。何回見ても泣いちゃいます。ありがとうございます。何度も見てくださったみたいで嬉しいです。しずこ、どうして同好会来なくなっちゃったの？かすみちゃん、急にそんな。いえ、大丈夫です。本当は、ちゃんとお話ししておかなきゃいけなかったことですから。私は、昔からお芝居が好きでした。でも、それと同じくらい、スクールアイドルという存在にも憧れがあって。だから、スクールアイドル活動ができる間は、それに集中したくてこの学校に編入してきました。これからスクールアイドル活動に力を入れようとしているこの虹ヶ崎学園であれば、3年間それだけに本気で打ち込めると思ったんです。そんなことはないんですよ。みんなのやりたいことが違うこと、私は面白いなって思ったんです。私もこのスクールアイドル活動をゆくゆくは演技に活かせたらなーって思ってましたし、皆さんの目指すもの、表現の仕方を見るのは楽しくて刺激的でした。中でもやっぱり刹那さんはすごかったです。彼女についていけばみんなが望むスクールアイドル像に近づけるって思いました。刹那さんが導いてくださる方向は確かに正しいんですけど、私はこっちの方向に行きたいですっていう提案をうまくできなかったんです。それが未熟だな、悔しいなって思ってしまって、刹那さんに感じ取ってもらえるだけの表現力を磨きたくてここで修行させてもらってました。それならそうと言ってよ。かすみんすごい心配したんだよ。余裕がなくてごめんなさい。ええ、その通りです。スクールアイドル活動をしたくて編入してきたんですもん。そう簡単にはなくならないですよ。だったら戻ってきてよ。今同好会の危機なの。え、やだ、私が勝手をしていたからですね。本当にごめんなさい。
戻らせていただけるのなら。少しですけど自信がついてきたところなんです。私のパフォーマンスを皆さんに見てもらいたいです。よかったね、かすみちゃん。よかったですけど、かすみんまだちょっと怒ってますけどね。でもしずことは同じ学年だし、いないと寂しいし。かすみさん、ありがとうございます。あら、奇遇ですね。生徒会長？演劇部の公演を視察に来たら、ちょうどいいところに居合わせました。部員集めは順調ですか？もちろんです。パワーアップしたしずこが同好会に戻ってきてくれることになりましたからね。かすみさん、この調子で10人集めるのなんてあっという間です。楽しみにしてますね。それでは。私やっぱりあの人苦手です。